はい、えーモーションブラーの方を説明したいと思います。えー、モーションブラーはですね、直接まあ、あの、キーフレームだとかモーションに影響することはないんですが、えー、実際にですね、えー、モーション、つまり、えー、文字だとか、え h フォトショップのファイルだとか、まあ映像だとかを動かした時に、擬似的にまあブラー、残像効果をかけてくれるエフェクトです。じゃあちょっとこちらの方をまずご覧ください。 はい、えー、これ通常にですね、えちょっとランプレビューしてみますと、こんな形で、え丸が画面内に動いています。はい、これはですね、モーションブラーがかかってない状態と言います。はい。で、モーションブラーがかかるにはですね、ここの、はい、モーションブラースイッチっていうのがあります。これ実は2つありまして、ここがメインスイッチ、そしてここが、えサブスイッチです。 え、サブスイッチの方は、各レイヤーごとに、え、このモーションブラーを適用するかどうかということを当てはめることができます。じゃあちょっとこの2つを入れてみましょう。これ必ず2つ入れてくださいね。じゃないと、いけません。はい。え、これちょっと2つ入れた状態で、え、今のを見てみますと、はい。一応同じ軌道で動いてるんですが、ちょっとなんかボールの動きがちょっと変なんですけども、え、動いてますが、はい。残像が残っているのが確認できると思います。 さあ、この残像ってどういうものかというとですね、ちょっとご覧いただきたいんですが、はい。これですね。つまり、動きに合わせて残像が出るということです。まあ、より自然に滑らかな動きに見えるという形ですね。ちなみにこれはキーフレームの値、つまりこの移動距離の方が、まあ、瞬時に移動すればするほど激しくブラーがかかります。例えば、本当にゆっくり動いているもんであれば残像って出ませんよね。 ですが、えー、早く動いているものに対しては、えー、かなり効果的に現れる形になります。こちらの方をちょっとご覧いただきたいんですが、えー、これはですね、通常、はい、何もかかってない、つまり、えー、ブラーがかかってない状態だと、このように回転しています。しかしながら、えー、ブラーのスイッチを入れることによって、はい、えー、ブラーのスイッチを入れることです。こんな形で非常に、まあ、あのー、すごい、 こうブラーというかですね、残像効果がかかっている形になります。ちなみにこれはまだ30回転を3秒間にしている。1秒間10回転なんですけども、逆にですね、これをじゃあ1回転としましょう。じゃあその時にブラーが両方かかっているのを確認してやると、はい、もうプレビューでもわかると思うんですが、実はそんなに 動いてが、動きがないので、ブラー、つまり残像が現れない形になるわけです。ですから、まあ、激しい動きに対して、え、主に使用すると効果的というふうに覚えておくといいと思います。あとですね、一応先ほどの方で、はい、えー、例えば、こちらだけブラーがかかってて、もう一個のレイヤーにはかからないよ。 つまりこれサブスイッチってのはそういうところですね。二つありますけども、片方しかかかりませんよという形で、例えばこの映像を見ると、片方にはブラーがかかって、片方にはかかってない。まあこの違いで見てみてもお分かりだと思うんですけども、はい、残像効果の方が確認できると思います。